あるんですけど、髪の毛が硬くて手に刺さる、ギサって刺さるんです。凶器なんです、凶器。この髪の毛が凶器っていうのが本当の悩みですね。こんにちは、シエルです。今日は私が最近愛用しているヘアケア商品のご紹介をしたいと思います。私髪の毛が結構長い方なのかな、ロングで、でね、ちょっとね、昔からかなり髪の毛にはね、コンプレックスがあって、私の毛質ってものすごく硬いんですよ。そして量が多い。硬くて量が多くて、で、まぁ、ちょっと癖っ毛でもあって、で、まぁ、髪の一本一本結構ね、太い毛質なんですね。なので、かなりこうボリュームが出やすいというか、高校生ぐらいから宿毛矯正をやるようになったのと、美容院で5000円から1万円ぐらいのトリートメントをやるようになってから、まあ少しは昔ほどね、悩みもなくなってきたんですけど、でもそれにしてもやっぱりこの毛質的に髪の毛がまあがっしりしているっていうのは、まあ日々ね、ヘアセットが大変なんですよ。こうさ、エアリーにこうふわふわってみんな髪の毛さ、セットする、ワックスつけてやるやつとか、私がやるともうただの爆発した髪の毛みたいになっちゃうんで、とにかくボリュームを抑えたいっていつも思いながら、まあ過ごしていて、いろんなトリートメントを試してきた中で、最近これはかなりいいぞっていうものに出会ったので、今日はそちらをご紹介していきたいと思います。それがこちらのルベルのイオディープマスク、 170g入ってるものなんですけれども、 Amazon で1816円。これはね、半年ぐらいリピートをして買い続けてる、私の毛質にはとても合っているトリートメント で、これがね、癖&ダメージに収まり集中ケア。このサイズのトリートメントって、まあ、結構薬局とかでも売ってたりすると思うんですよ。で、まあ、私もずっと薬局とかの、まあ、パンテーンとか、まあ、よく見かけるブランドのね、こういうトリートメント買ってたんですけど、とにかく減りが早かったんですよ。で、今まではそういう市販に売ってるこれぐらいのサイズのものを多分 1,2 週間で使い切ってて、もうかなりね、ガシッと取って髪の毛にぐわっと塗ったくってみたいな感じで、まあ、毎日ね、トリートメントをしてたんですけども、このトリートメント何がいいって、ほんの少しね、手のひらのね、上にチュンチュンって乗せてすごい伸びるし、乾かした後のね、保湿感もすごく良くて、ただね、ここに書いてあるのが、ダメージの状態に合わせて週1から2回がご使用の目安ですって書いてあるの。そうだけど、私はこれを毎日使ってる。ただこれ本当に良くて、私のまとまらない髪がこれでまとまったんです。で、まあ値段的に1816円ですけど、普通に市販で売ってるのもこれぐらいだと1000円ちょっと、1200円とか1500円ぐらいするので、そんなに値段は変わらず、ただね、ここにね、3000円みたいなのが書いてあるから、多分 Amazon で買うと安いんですね、きっと。薬局とかで売ってるやつと2週間ぐらいで買い替えてたので、それ考えると1ヶ月もってこの値段、安いよね。いいよね。いいと思う。まあこれしっとり感がすごい強いんですけど、Amazon の口コミのところで、ベタつきがちょっとやばかったですみたいなコメントも結構あって、まあそれにもちょっと納得じゃないけど、まあそれ見た時に、流し足りなかったりするとやっぱ結構べったりしてしまう感はあるので、しっかりやっぱ流さなきゃいけないかなっていうところは、まあ注意点ではあるのと、あと髪の毛の毛質が柔らかい人とかは、多分これはダメかもしれません。私ぐらいのこの髪の毛ががっちりしてる人にはすごくおすすめのトリートメントです。あ、でこれね、いくつか種類あって、まだ私この紫色のしか使ったことないので、使って比べてみようかなと思ってます。私はシャンプーしてこれを使ってトリートメントしてっていう感じの流れなんですけど、まあ、その後に、まあ、洗い流した後にドライヤーで乾かした後に使う流さないタイプのヘアトリートメントにこちらを使っていて、これもすごくおすすめです。ミルボンの L 渋滞 MO っていうヘアトリートメントの、まあ、オイルですね、ヘアオイル。これは Amazon でね、2350円。ここにね、2600円って書いてあるから、本来2600円なんだな。だからまあ Amazon で買ったからちょっと安く買えてるんだけど、これはね、2、3ヶ月ぐらい持ったかな、前回買ったやつ。
これも少量ですごく潤うのでいいですね。ただこれも多分しっとり系だと思うんです、うん、だから猫っけさんとかだと使いすぎるとべったりしちゃうかもしれないので、髪硬い太い量多いっていう人には私はおすすめしたいかなと、うん、思います。香りもいいんですよ。 でさっきのねトリートメントも香りいいんだよね、うん、フローラル、あ、ちょっと美容院っぽいかな、ちょっと美容院っぽい香り。共感されないあるあるなんですけど、髪の毛が硬くてあのね手に刺さるんですよ。わかります？トゲみたいに髪の毛がぐさって刺さるんです。痛いんですよ、チクって。わかるって言われることはないんですけど、本当にここまでの毛質だと狂気なんです。狂気、それぐらいね髪の毛が硬くてしっかりしてるんですよ、うん、で本当に皮の中に髪の毛がぐさって入ってることがね年に 2,3 回あります。この髪の毛が狂気っていうのが本当悩みですね。最近このお気に入りのヘアケア商品が見つかったので、これのおかげで結構改善されてきてる感はありますね。はい、髪の毛でお悩みの皆さんはぜひこちらをチェックしてみてください。はい、とってもおすすめです。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございます。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。